はい、皆さんどうもこんにちは、ミントスです。ということで今回は第8回テイルズ・オブ・アライズやっていきましょう。いやもうどうなんですかね、王城の国。え、おっさんのかっこいいの俺見せてよ。え、あは、我々総合の価値は確かに7の金扱うことができる。だがだとしてもまずはもっと体大きくやるじゃない。え、優しい、何これ。え、なんだ、どうなってんだこの国。あ、匂うな。裏があるぞこれ絶対。なあ、平野仕事いいんすか。え、心配ないの。あ、メラージュは私平和だもんね。うん、何か起きるなんてこと毎日ありゃしない。えー、今すのおかげで俺と気楽に遊ぶ。え、そうなんだ。えー、俺一人でサボったところでどうとか。いや問題あるだろそれは。若い者とって憧れすらある。え、そうなの。連中の夢を壊せにやっちゃくれませんか。うまいこと言うもんだな。分かったよ、この一杯最後にするか。いや、なるほどね。頑張る兵隊さん姿見せてやってよ、男ね、これは。いや、なんだこの会話。トル、お、なんかいるっぽいな。お、どこだよ。お、今フルフルって思った。ビスキントん、でもここはビスキントだから宮殿がどうすればいいのか。そうよ、うーん、宮殿より修練も確かに。よそ者に殺しでもさせる。確かに不思議じゃないんだ。はいはい、確かに昔は奴隷同士あるいはズグと戦わせ、ああね、殺し屋もだったんだ本当に。へえ、今もするとデュオハリム様が着任された時最初になさったことの一つがまさにそう、閉鎖なんだ。へえ、あ、それ鍛錬の場で作られたんだ。はい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 、この日のためだけど希望、誰も違うんだ。え、私にはとても無理だけど腕を磨いてる。え、マジ。え、ちょっと気になるんだけど修練場ちょっと見たいですね、どこやるのか。わっほー、毎回分かりづら。あ、テンション分かるやん。いいね。どこだ、修練所、どこだ修練所。前と、いや、ちょっと左も見てみますか。何か気になるしね。あ、じゃあ誰も父さんって言われてんのか。なるほどね、ということは通れないわけね。じゃあちょっとこっち行ってみようかな。はいはい、これは私が着ている服が気になる。これ私が自分で買ったらそうなの。私たちならもう働いた分だけちゃんと報酬もらえるんだ。デュオハリムさんのおかげなんだ。あれ、もしかして俺たち求められてないのでは。もしかして俺たちここではいらない子になってる。あ、修練所だ、ここ。あ、ここ何があるんでしょうね。修練所か、戦ってみるか。え、集団戦、個人戦。いや、個人戦いってるか、アルフェンで上級。あ、なんかもらえるんだ。まずは初級行ってみましょうかね。こんな感じなんですか。いや強そう。え、待って待って、え、これ初級だよね。あの、言うてあれか、オッケー、はい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 。オッケー、はい。おらららららら、オッケー。打ち込んでいく。さあもう一回。はい、範囲に変えていく。
を削られる。え？あ、これで終わりじゃないんだ。しまった、これは。やっちゃいましたね、まだで。集団戦いってみようかな。え？あ、集団戦、なんか見たことねえやつ言ったけど。よくも仲間を。え？これ訴求だよね。なんだこれ、え、強くない？オッケー。やばい、これ倒すと必死かもしれん。しかも多分これだけじゃないでしょうね、これ。いや、ちょっと頑張ってみるか。え、強ない？おそらく修練所なんですけど。仲間奪われちゃった？え、めっちゃ強いんだけど、修練場。あれ、もうほぼ残って、え、俺ばっかり？え？結構強いんだね。じゃあまた今度来よっかな。ここちょっと強かったね。予想の5倍くらいは強かったね、間違いなく。いや、真顔になりますわこれ。え、強ーってなったわ今。オッケーオッケー、まあまあ。どこだ、あとこっちか。何かあったんだろうか。お、ウソかなこれも。お、海道通、あいつってあいつ？あ、出会ったあいつか。高知兵士も手を焼いていて。消極的な、まあ、この姉さんってこっちはババンと打ち寄せるからな。マジ？他はずっと割り込んでくるってこと。へえ。あいつ倒すの？めちゃめちゃ大変そうだったけどね、マジで。賞金なんて何に使うつもりだ？そりゃもちろん腹いっぱい食うんだよ。なら、シオンも協力してくれそうだな。確かに。今回は？お兄さん、ここ引っ越していったの？そうだよ。信じられないよな、ここに出す、確かに。信じられねえけど、ダナとレナが仲良く。お、これなんだ。どうした？あれ、美食館じいさんじゃんこれ。炎を吸う兄ちゃん、白で以来じゃの。腹が減ったのか、分かってない。何を食べさせるんじゃ。え、結構牛よね。はいはい。牛でのマルシーレシピを聞いたんだ。へえ、何がいいの？肉？お茶ですけどね、ビーフシチュー。どうした、大企業。オーケー、トマトじゃがいも。なんとかしよう。おい、あれ持ってないこれ今。何？わざわざじいさんの贅沢に付き合わなくていいんじゃねえか。持ってんじゃないのこれ全部。何？材料揃ってないのか。残念。あ、キノコがないのか。キノコね。まあ、どうせ宮殿行きましょうかね。それじゃあ宮殿で一体何があるのか見に行きましょう。
この奥から、いや、でっかっ、めっちゃ綺麗だな、この宮殿。お、なんだこれ。ここはエリデ・メナンシャルスード・デューハリンさんの官邸、アウテリーネ宮でございます。なんとか入れてもらえんかな。なに、固く閉ざされている。入れてくれませんか。なんとか入る方ないんですか。どっかで入れてくれそうとこないかな。見よう見てないんだよな。今だったらもう見えるかな。今日はお父さん採石場で働いてるの。僕のお父さんもだよ。交流になってるね。ここなんだろう。採石場？へえ。ダナ人は採石場で働いているみたいな。おい大丈夫か？行ってみようよ。どんな感じだってんだ採石場。気を引き締めていくわよ。すみません。大丈夫か？あ、すいません。ちょっと気分が悪くなっちまって。空気が悪いのかもしれんな。外を新鮮な空気を吸ってくるといい。え？体調が悪いので、本日の作業を休ませてもらえないでしょうか。そうか。では無理をせず休め。他の者には私から伝えておこう。何？めっちゃ優しいんだけど。頑張れか頑張ってみてか報酬も増える。頑張る気になるわなって。完全にあるじゃんこれ。共同じゃん。はい、どうしてこんなことに。あ、確かにね、危なそうだもんねここ。本当にみんな楽しそうに働いてる。レナ兵も見張ってるっていうより守ってるみたいだから。どうして、どうしたらこんな、こんな差が生まれるんだ。どうしたらね、本当に全然違うんだけど。いや、この先にきっと何か秘密があるはず。そこのお前。はい。オルブス・カラグリアのアルフェンとその仲間だな。え？エリデ・メナンシア近衛兵団のキサラだ。キサラ？キサラだけ？ということはダナ人か。そうだ。何か問題でも。いや、何もないですけど。メナンシアのスルドはダナ人に自分を守らせているの。この国ではダナの近衛兵は別に珍しくない。え、そうなん？みんな自ら志願してついている。確かに。これは本物っぽいぜアルフェン。ガチガチやね。どうして？たった7年だよ。悔しくないの？人が人らしく生きる機会を与えられて感謝するなというのか。いや、そうだよね。理由が。私はティオハリム様をお守りするこの仕事に誇りを持っている。まあ確かに。それを侮辱されるいわれはない。生活いいもんな。まあそれは確かにあるわ。まあいい。お前たちにティオハリム様がお会いになりたいそうだ。マジかよ。私はそれを伝えに来た。え？ここのスルドが俺たちに。絶対戦いになるけどね。アウテリーナ宮殿でお待ちだ。念のため言うが強制ではない。返答は？え、戦いづら。わかった、受けよう。では私は先に行って伝えよう。あまり待たせないよう願う。一つ聞きたい。確かに。この先は何があるんだこれ。一般のダナ人が働く採石場だ。一般のダナ人？それだけ？一番奥にはダナ人用の重病医療施設がある。衛生上の理由で我々近衛も立ち入ることはできない。向こうから呼びつけるとはどういうつもりだろうな。いや、なんか怪しいよな、ちょっとこの扉向こう。私たちが来たことが知られている以上今さら忍び込むこともできない。行くべきよ。ねえ、いや、これ落ち行ってんだけど。罠だったらそんな。いや、罠だろうな、これは。これは罠だろうな。と言ったって今更行かないわけにいかないだろう。いや、そうだよね。行かないといけないけど罠だろうな。心配はわかるが、
覚悟を決めよう。オッケー。宮殿はあの町の奥にそびえる建物ね。危険があると思うか。あってもなくても行くことに変わりはないわ。行ってみましょう。いや、うん、え、なんだこれ、心情があってヨハリウスは蘇生対応中。マジ待ち時間かなこれ。あ、来たわ。あ、いいっすね、このね、グラス、ガラスのずいぶんこれ見よがしだな。やっぱり罠なんじゃ。え、パレードか何か。え、お連れしました。ご苦労、キサラ。え、めっちゃイケメンやん。君が噂の解放者、カラグリアの炎の剣か。はい、そのですけど、興味深い装いをしている英雄の層ですかね、これ。申し遅れた。このエリデ・メナンシアのスルド、キュオハリム・イルル・ケリサ。名前長。レナのスルド、正体を知った上でなぜ俺たちを招く。いらぬ騒ぎを起こされる前に誤解を解いておきたい、そう思ってね。なるほどね、いいことではあるね、その考え方は。君たちは私を倒しに来たのだ。あ、そうなんだよね。だとしたらどうする。ここで戦うのか。やりづらいよなこれ。その必要はあるまい。ビスキントの中を眺める時間はたっぷりあったと思うが、鞭打たれる奴隷の一人でも見かけたか。見なかったわ。兵士の気晴らしに殺される者、区域に会えぐ。いなかった。いないはずだ。ただの一人も本当になかったわ。私はメナンシアから嘆きを取り去り、笑顔をもたらした。それでも私に剣を向ける。いやー、これえぐいよな、この質問は。見上げた大胆さだが、私には通じない。強いやん、めっちゃこの子。いたずらに対する罰は必要か。え、叩いちゃう顔。アルフェン。ほう、まあいい。食事を用意させてやる。続きはそこで話そう。ケルザレク。はい、カッカ。え、ケルザルクめっちゃ声かっこいいけど誰？ご案内差し上げてくれ。かしこまりました。なんだろう、あの人めっちゃ強キャラ感あるんだけど、あの声。え、なに？この兵一歩も動いたら逆にすごいよね。なんか考えなしに怪我をして。どっちがだ。いきなり一人で攻撃するなんてどうかしてる。何怒ってるの？私たちの目的はスルドを倒すことよ。忘れたの？それで怪我するところだったじゃないか。今までだって怪我くらいしてきたわ。何だって言うの。いや、怪我をさせたくないんですよ、シオンさん。あれてくださいよ。その単にあんたを心配したんじゃないか。あ、そういうこと。心配。いや、いや、よくわからないけど。いや、それしかないやろ。あ、なんていうか。あ、怒、リンメル怒ってんじゃん。何あいつって。無鉄砲。何これ。無鉄砲。なんか好きやんのかな。オーバーリンみたいなやつかね。へえ。ルーナコラプター。滑り込んで地面打って爆発で敵を打ち上げる。何それ。なかなか面白そうなはずですね、これ。迷うな。いや、どうしようかな。迷うな。まあ、ちょっとアイテムするか、ここは。レナの味付けが口に合わなかったと見える。マジ？残念だな。エリスグリの珍味を取り寄せさせたのだが、え、毒が入ってくださるからね、これ。今宵の出会いに乾杯。いや、誰も食べてない。でも食べないわな、怖くて。こんなの
なぜあんたはダナ人を解放したんだ。あそこね。その言い方は少し語弊があるな。語弊があるの？鋭といえど体制そのものを変えることはできない。あ、できないんだ。だが苦痛を減らすことはできる。互いを尊重する主従関係、私がやったのはそういうことだ。まあ王になったってことだね、本当にね。それじゃあ結局ダナ人は奴隷のままってことか。労働になっているという点ではその通りだ。ただ不当な搾取の代わりに正当な報酬を提示している。現状望みうる限り最も理想的な共存の形だ。まあそうだよね、共存。ダナとレナの共存。鋭ぶりがは共存ではあるよな。確かに。とは思えないけど。いやそうだよね、そこ気になるわ。ダナ人たちは鞭打たれていた時よりよほどよく働いてくれているよ。人心との傾向だからね。鋭ぶりがは重要ではない。なぜなら私は王の座に興味がないからだ。言っちゃったよ。根底かひっくり返していったね。え、何これ、楽器音なんかないか。音楽が好きとかそういう系、音楽一家的な感じ、これもしかして。え、何その熱い眼差し、一人だけみんながちゃんと音楽聴いてる中で。何戦ってんのこれ。いや顔から想像的にのぶといこと言ったけど今。よせ、勝負はもう。え、よせ。何、その地区のスルトになるためのあれなの。え、なんで。許さない、私はあなたを絶対に許さない。いや、そいつやん、切り替わとったん。いやいや、わーじゃない、わーじゃない、それに関しては。よそ、あーよな、そんなどう考えても。ちょっと待って。よそ、あーなるわ。え？逆恨みやん、完全に。鋭に選ばれるのに、本人の意思は関係ない。あ、そういうことね。王は違う。あー、そういうことか。ならばそこまで付き合う必要はあるまい。生き残り仕方なく倒したけど、王にはなれ、並んでもええやろってことか。なるほどね。鋭同士の争いから降りたというのか。王の座を狙わないなら精霊力を集めるのにアクセスすることもないか。王なぞなりたい物好きがなればいい。この国が平穏であれば私は満足だ。そうやって自分だけ安穏としていられればいいというの。言ってくれるな。そういう君こそ同胞を裏切り鋭を二人も倒すのに手を貸している。そうまでして何をしようというのだ。そこよね、まあ、それ間違いないわ。ぐぬぬやよな、それに関しては。どせえろ、本気で聞きたいわけじゃない。とにかく君たちとことを構える気はない。だがどうしてもここの秩序に挑戦するというなら受けてたと。さもなくば早々にどこへなりと立ち去ってもらいたい。ケルザレク。え？お客様方がお帰りだ。宿の手配を。あ、宿の手配もしてくるの？え、めっちゃ優しいんだけど。宿は手配しておく。町の通りを進めばすぐそれと知れよう。今宵はそこで一泊し明日早々に立ち去るがよい。戦う予定だったんすけどね。いや困りましたね。しかし豪華な建物だよな。
部屋だけでいくつあるんだ。ちょっと気を抜き、会食の間、もう少し警戒してよ。なんか宮殿だから、この後に及んで襲ってくるとは思えないけど。何これ、仲良しラウンジか何か。何これ、なんかアイテムとかないのかな。なんかあんまりアイテムなそうだな。固く閉ざされている。なんかアイテム欲しいな。何か宝物庫とかたどり着かないものですかね。あ、なんかあるぞ、奥に。よしよしよし、ちゃんとね、お宝を全部ゲットして帰っちゃいましょう。ここはリュウハリウ様、カートクタナ石突きをここまで優遇するとは。おい、キングだぞ。おっと、中間という中抜けなくてな。あ、やっぱよくも思ったやついるんだね。まあ、なんか反旗を翻そうってやついそうだけどな、こうやって見るとね。あ、デューハリム様にね。ここら辺どうだって気になるな。おっ、物あるね、いいね。リンゴ、寝室かな。あ、トンショか。でもここはアイテムあるのかな。お、なんかあるぞ。演技作法だ。何これ。イエサークの攻撃は太めさを増す一方だ。膨大な試練が送り出される一方、トルコの怪しが窓枠に、すぐ閉閣がご存じなのか。ミファグサールって何だ。ご用の一つよ。そこと取引をしていたみたいで。何が届いてんだろうね。膨大な試練ってことは、もしかしてあれかな、なんだっけ、星の力的なやつが凝縮されたコアかなんかかな。鍵変わってるこれ。は？なんかあんまり物落ちてないな。お？ん？あ！お前たちがどう思うと、我々テューハリーさんに忠誠を誓っている。そのテューハリウさんの気づいた理想郷を乱す試みを許さない。許してくれよ。あ、アイテムのアッキー、確認まんじゅうレシピ。まんじゅうか、欲しいのは武器なんですけどね。どこかにないものか。なんもなさそうだね。でもなんかここが引っかかってるのか。後で行けるようになるんですかね、あそこは。ちょっと気になりますよ。いや、特になんもなかったね。もうちょっと何かあると思ったんですけどね。残念ながら特にって言ったところですね。一回もあんのかこれ。広っ。倉庫。いや、倉庫はなんかありそうだぞこれ。
お、あるある、いいね。ストロングトリート。え、味方勢が3000。3000。やば。全開やん、今のところ。めちゃめちゃストロングやん。あ、これ玄関広場か、持っちゃうとこか、ここ。向こう側だな。第2倉庫。ここはなんかあるかな。お、あるね。ハッピーボトル。幸せになるそう。800ガルド。へそくり。誰かが置いていったんですかね。これは。すべていただいちゃいますよ、私。で、この奥行こうか。奥行って。真ん中なんかあれだな。アイテムありそうだね。なんか光ってんね。あったあったあった。はい。卵と、え、今は届いたのは吸血鬼のダンスだとか、いい仕事をするものだ。この中で泳ぎたいね。右側はなんかあるんかな。ありそうありそう。ひどいなマップ、マジで。なんだこの広いの。あとでここを探索しないといけないってなると思う。な、なにここ、ものすごいたくさん本が置いてあるんだけど。すごっ。あのレナ君とは私も見ている。きっと私の仕事は大きい目さないんだわ。いや絶対に逆じゃ、逆に。なんだこう思いました感じは。ダナのあんな本やこんな本まで。リンウェル、気持ちはわかるが今は我慢してくれ。あ、ごめん。めちゃくちゃ本がすごいだね、リンよりは。お、どうしよう、趣味なんだろうね。奴隷は生かさず殺さず。嫌なあれですね、タイトルですね。お、オムレソレシピだ、いいね。これはまあ、ここら辺特になんもないね、多分。まあ、帰りましょうか。なんか思ってなんもないな。もうちょっとなんかね、いろんなエグいアイテムあるかなと思ったんですけど。まあ、こんなもんか。じゃあ、一回帰ろっかな。宿も用意してくれって言ってるしね。あ、調理場。あれ、切ってないな。あ、フードル、お友達がいるの。え、フード、あ、本当なんか王冠持ってるやつ。え、おあれ、王冠持つよこれ。フード、森もにぎわってきたかな。いや普通にもうにぎわってそう今。オッケー、はい、牛肉。玄関でこっちが、お、ここを見てんすね。お、あるよあるよアイテム。ミルク、ミルクだけ。フィッチ組、いいね。フィッチ組は最高。他は特に何もなさそうだね。よっしゃ、じゃあ帰ろうか。でもスーパートリートはでかかったね。あれはちょっと使うタイミングめっちゃ渋ってまいそうだけど。宿の用意があるって言うけどさ、レナのスルドだよ、うん、いいの信じて。でも信じるしかないんじゃないか。今から町の外でやえってわけもいかないだろう。まあね、私はその方がマシだけど。寝込みを襲われでもしたらどうするの。
それはないだろう。襲うつもりなら宮殿ですればよかったはずだ。まあそうだよね。真意はともかく敵意がないのは本当だと思う。だったらこんなところで立ち止まってないで早く行ったらどう？まあね、それもそう。帰りますか。お、出てたこの子。気候がいいのもそうだけど、私たちが体力加算大きいのよ。確かに。あ、綺麗な星もあるよな。おー、ハトルって奴隷のままでも虐げられていない国か。カラグリアもこんな風だったらよかったのに。ヤドどこ？待って、え、ヤドか。それで剣を取ることも立ち上がることもなく。あ、ここか。ヤドに向かうか。いや、剣を取ってなかった、取ってるかなんかありそうだけどね、問題ね。おお、なんかあるか、武器。うわー、なに？ブエンってなんだこれ。こんな猿いんの？アンダーネイル。雷の爪。え、作らんでもよくねえか。え、待って待って待って、え、イネセントル、あー、え、じゃあ作るか。まあ一応作りますか。そう、まあ作りましょうか。まあ金かかるなこれ。金かかるけど、なんか後々ね、銃に行っても困るからだ。え、何？あ、武器？なんだろうか、私。報酬劇？剣を振り寄せて敵を地面に、何これ？かっこよさそう。かっこよさそうではあるけど。ジャスト回避、いや、フラベッチか。いや、これ、いや、これ欲しいよ、ちょっと。フラベッチ、貯めるか。いや、迷うなぁ、これ。何しようかなぁ。何？あと何個？うわぁ、なんか大変そうなんだよなぁ、ここで。これは？宇宙はさ、ああ、どれか1個か。これあと1個か。あ、これも終わりか。でコンプリートしようか。なんか属性推力もね、1000なっていや、ローマジ全く育ってなかったわ、こうやって見たら。ローね、あまりローは興味がなかったからね。まあまあ、とりあえず適当に思い出すか。装備は見直したか。なんか売ってんのかな。これ、あ、防御増える系か、これ。うわ、買うか。いや、パッカ。アンダーね、そうしてもこれ。いや、高いな、ここ。いや、まあまあ、そって。金落としにするか。まあまあ、マジでね、やれば普通に買えるもんばっかりなんで。あっちの外か。なのでちょっと売ってもいいかな。ちょっと多いの釣ってもいいですね。あ、そんな使うと思うしね、ここら辺に関しては。いや、知らんけど、いや、もしかしたらめっちゃ使うのかもしれないけど、多分使わないと思うんで。買うか。アップルグミ、いやー高いね
なヒコタもハッピーボトル。ハッピーボトル。あ、よくあるいい買っとくか。いやー買うか。うわー金がなくなる。でも買っとこう。オレンジ組だよな。え、買えないの？高くて。わーお。なんかあるかな？レールやつ。なんか売って買うか。うわ、そろそろ売れ物買ってきたな。オッケー。売って。いや、今度伝えたな。がっつりお金稼ぎしてもいいな。アクセスするの？お金ねえわ。やめとこ。ようこそ、トツクニの方々。お、どうぞ。鶴の閣下の使いの者より受けたまわっております。はるばるのお越し、光栄に存じます。どうぞごゆるりと。私を連れてってくれ。夢の世界。思ったよりまともね。え、どういうとまともやろ、こんな。部屋の話よ。ああそうだな。あれ、ロウどうしちゃったんだ。なんか目がうつろだよ。目やばくない？いや、なんかさっきから少し頭がぼーっとしてて。なんだ、変だな。なんかどんなのか。疲れかもな。俺も妙にだるい。アルフェンも。いいこと。まだ私たちはここに来て何もなしていないのよ。しっかりしなさい。何？すまない。今日のところはこのまま休ませてくれ。明日朝またこの部屋に集合しよう。なんかおかしくない？ちょっとは用心した方がいいよ。安全って決まったわけじゃないんだから。なんだ、なんかすごい意味ありげだったけど。二人とも大丈夫？え、ああ大丈夫。一晩寝たらすっきりした。何だったんだろうな。何だごちそう食べたせいか。おい、おかしいだろ。それなんだけど、やっぱり食事に何か入ってたんじゃないの？本当に殺すつもりなら二人とも特っくに命はないわ。警告という可能性もあるでしょうけど。まあそうだね。そういえばリンエルは全然食べてなかったよな。腹減らないのか。後で自分で用意したものを食べたから。もったいない。あんな料理めったにお目にかかれないぜ。逆に聞きたいくらいだよ。敵に出された料理をどうして平気で食べられるわけ。でもそうだよね。いや、でもシオンだって同じもの食べてただろ。同じ皿から取り分けてたぞ。レナには効かない毒だってあるかもしれないじゃない。確かに。よせリメル。それはでも本当にある。可能性がないわけではないからな。猫どこから。なんか変わった飾りの首を。え、待てよ。何これ、どんな首飾り。これまるで呼んでるみたいだな。呼ばれてるだろこれ。どう見ても。あ、ちょっとラオ。なんだ。おお、なんかすごいなあいつ。え、変化の術か何か。あ、あそこ。見失わないようついていくんだ。オッケー。どうしたんだろう急に。え、聞いてる。なんだろうこれ。つなぎかもしれない。つなぎ。つなぎ。ああ、人目につきたくない連絡に訓練された動物を使うんだ。あ、そういうこと。あの猫がそうだって言うの。誰かが私たちを呼び出そうとしてるってこと。いや、採石場の奥でしょ、どう考えても。確証はないけどな。すごいな、よく気がつくもんだ。古巣で仕込まれたってやつ。おやじ。愛らしいわね。何か言ったか。あ、ここで。え、こっち。
よくあるわ。取ってこよう。ここ？どこに連れて行く気なんだろう。わからないが、見失わないようにしないとな。何？ズーグの差、なんか数とかじゃないよね。よく仕込まれてやがる。可愛い猫にしか見えないけれど。え、なんだ？全然想像つかないけど、どこに持ってかれるのか。猫、見失っちゃったね。ただ、ここに連れてきたということは、この先に何かあるんだろう。奥へ進んでみましょう。なんだ？おお。オッケー。オッケー。まあ食べれたね。あれを食べるとか、なるほどね。オッケー。いや、棒買っといてよかったわ。いや、感じちょっともったいないかなと思ったんだけどな。すげえ力出たぜ。さあ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 、何があるんだ。お、敵少ないね。思って、おお、いたわ。やるしかない。OK。はい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 、ここがなんかあんまりよく出ちゃいねえな。やばい、こいつ動きが素早くて。おー、あ、こんな感じで食べるのいいな。結構のヘルス持ってかるな、これ食べると。 OK。 ヘルスなんかこれからこれに行っていくもんな。まだまだ上を目指す。よし。これだけ木が大きいのはやっぱり精霊力の影響ってやつなのか。なんかすごいずしずし育ってるぞ。なんだ。もともと木って時間かけてすごく大きくなるからね。いや、こいつはすげえ元気やな。なんか邪魔よ。私に任せて。あ、OK。 待って待って、ヘルスの血液ってエッグ。次よ。任せとけって。危ない。あっ、プレス。待って待って、もしかしてため攻撃。見てたぞ、空振りするやばいのでは。あっ、3列手に入ったやん。あっ、ここで手に入ったのか。え、聞くなんかってよかったアイテム。オッケー。あれ、待って、なんかいた。オッケー、僕決めていこう。3年手に入ったのか。いや、わかんない。もしかしたら手に入ったやつあるもんな。ここはしんどかった顔触るもんな。俺たちは強くなりすぎたのかもしれない。いいことだろう。乗ってこいよ。お、宝あるね。まずこっち倒すか。問題なさそうな相手だ。あ、頼む。オッケー、そしてここで、はい。油断はしないで。はい。はい。スパンチをかまして、はい、マジンケン。おお、ほらほらほら。オッケー、マジンケン使って。オッケー。エフェかっけえな。何回やってもかっけえと思ってたもんな。バッチシ決まったな。いいですね。
そこで2000ガールド、オッケーね。お、これ何の石かな。銅のかけら。あーって、こっち行って、多分こっち上かな、これ。なんかあんまり道わかんないんだよな。あ、あそこ石あるけど、まあいいか。僕にもなんかおるな。結構いるな、こっちに。OK。 結構減るな、相手も。OK。 はい、ダブルヒット。 OK。いい感じにやれてきたの。邪魔よ。オーケー。あ。オーケー。はーい。何？敵の術は私が奪うよ。やばいやばい、なんかやたらやべえ、危ねえ、ちょっとね。オッケー、オッケー、オッケー。グワーってねえんだ、ほんとに。まだね、倒れないように。ここまで消耗するとは。しっかり手当てしないと危険ね。どっちを向いても、緑緑緑空振りや。俺はちょっとあれですね、怖いですね。ちょっと回復してから行こうかな、ファーストエイド。でもあれだな、これビルと、まあ、岩だったぞ。あいた。なに？オーケー。オーケー。とりあえずこの技を。やるしかない。はい、いいダメージ。オーケー。敵が結構きついから強くない？締めていこう。あ、これでもういったかな。そろそろ牧場の動物たちが育ったかも。あぶな、ぶな、よかった。え、あ、これでね。うわ、作らんかったらよかった、マジで。作らんかったらよかった。まあしょうがないね、しょうがないんだけど。あー、今まであってさ、あれか、売ればいいのか。なくなるまでがあまりにも早すぎる。まあ仕方ないですね、こればっかりは。あ、これは手に入ってないね。この一品、重心の位置が絶妙だな。お、これなんだ。よし。いや、なんか強いやついるんじゃないの、これは。何か嫌な予感がしますよ、これ。しかし見たこともない植物だらけだな。よくこんなに育つもんだ。カラグリアは岩だらけだし、
シスロディアは危ない。ロー、え、なんだこいつ、ズーベルか、でかいぞ、みんなでっか、ジボスかな、これ。植物なら植物らしく適当してるわ。無駄口叩いてる暇があったら戦いなさい。分かってるよ、ヤトリ。ちょっと、敵はあっちだよ。お、なんだ、光を作られて、そこだ、次、終わりだ。炎よ、え、なんだ、あ、手になんかついてんな、マークってやつ。本体っぽいのには届かねえぞ。ひとまず周りの特殊を倒そうよ。オッケーオッケー、これを倒せるんやけどね。やれるか、宿りとなれ、なんだ、毒液やばそう、毒液やばそう、大丈夫か、やばい、なんか嫌なやつ、それは。お、なんだ、うわー、 OK、 当たってんのか。なんか当たってるかどうかわかんないけど。当たってるような、当たってないような。オッケー、これ行こう。オッケー、いたー、クリティカル、やばい。敵に使う限りはない。マジ、なになに、え、なんだ、ビーム振ってきたんだけど。オーケーオーケー、やべ、危ない。レナに言うようなものはない。オッケー、みんなあとちょっとだよ、やばい、あ、ローは少しも気を抜かないでね。なんで俺だけ、危ない、やばそう、あ、こいいね、やばいやばい、ちょっと、え、強いんだけど、でかい、とりあえず、いつだって絶好調だぜ。あぶないあぶない、 OK、 ここパッチだ、まだまだ行くよ、 OK、 とりあえずこいつやっちゃおう。え、また入ってない、あぶない、あ、これだったのか、今オーケー、これでいいのか、オッケー、じゃあこれもはいよ、なんか当たってみないか、当たってみないな、やばい、これは、あー、まとめ回復か、危なかった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 、え、やばい、うわぁ、やぁ、危ない、危ない、どう決めてくれ、ナイスパンチ、やばい、とどめはこれだよね、いや、強かったな、え、あんま強くなかったか、そこで今日も強かった説あるな。大丈夫か、みんな。ねえ、これ本当に罠じゃないのかな。いや、そうでないことを祈ろう。守り人をかさるかな、あれは。え、守りズーグルか。まだ追いかけっこは続くみたいね。なんて大変な追いかけっこなんだ。え、なんだ、マークがついてんだよな。そろそろ牧場の動物たちが育ったかも。これでみんなの力になれるかな。
ちょっと一回ここで野営キャンプ取ってと。こんなところで焚き火なんかして、おやすみ、みんな。まずは寝てから考えよう。はい、回十分休めたな。進もう。牧場からするか。はいはいはい。お、牛肉いっぱい手に入ったね。で、豚。はいはいはい。で、ニワトリも、いましょうか。はい。いやー、ちょっとあれだな。ここにポイントがあるから、ちょっとだけレベル上げしようかな、下下がって。いや、多分向こうもなんかね、まあ、アイテム取ったやつあるんだよな、結構。ちょっとアイテム取りたいよね、ここら辺の。でもやっつけられそう。いや、どっちだ。光を今だ。終わり。何食らうけど。待てろ。豪華爆炎で。豪華爆炎説。なんだ。なに、なんか当たってんの。え、なんか技覚えた今。なんか覚えたかどうかわからないけど、とりあえず体がめちゃくちゃえらいえぐいことあってるから。何があったの？何があったんだ？何があったのか分からないのが一番怖かったよ。なんか、なんか技覚えたのか今。地上だよね、覚えたとしたら。グラムエッジ、欧州自学人。高く、あ、違うな。え、なんだ？え、なんか覚えた？爆祭時？いや、違うな。あ、これか？豪華爆炎、あ、豪華爆炎人って言ってた、そういえば今。これか？ここの座はちょっとあれですね、一回ちょっと、ありますか？豪華爆炎人がありますかね？クーハ。そうか、爆炎人。魔人剣か。いや迷うな。あ、これしてみるか一回。まさ迷うよね、このゲーム本当に。めっちゃ考えちゃう。攻撃あるのに。こういう連携だ。かなりで。囲まれておける。おお、すごい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 。え？お前の分も引き受けるか。でも死にかけ、死にかけてる俺。このに時間がかけてられないわ。倒すと早いけど。死にかけてもあった今。連結？私の実は私が奪うよ。頼りにしてるぜ。OK。なんかめっちゃ強いけどめっちゃやばかった。特訓の成果が出たぜ。OK。技覚えるか。バゲローは。流星人なんかヤンキーな、えん、なんかジャンプ系の攻撃なんかあるだな、あんま使ってないもんな。お、アイテムあるわ。もうライ助かせないよ。連絡の通り叩き攻め。俺が連携だ。いたたぜこいつで。これで連絡の通り叩き込む。やったか。完璧だね。ファーストエイド。あっさぞえ。はい、や倒すの。力がみなぎってくる。なんでこんなところに。ヘルス変動もはいや。両方ともはいや。あれどこだ。
でもやっつけられそう。交流連歌と消えつけ連歌だけ連歌だけ小物に時間はかけてられるわ。あ、こっちが来るんだ、あれ。どんどん倒すぞ。なるほどね、こういう技。え、めっちゃ強くない？めっちゃ強いけど、周りになんかこうヘルソーを犠牲にしてる感じは、まあ、半端なくいいです。あの光ったやつやっちまうか。光ったやつ、なかなか手強そうに見つけられない。オーケー、オーケー、はい、せずに、タコ敵はここでまずは倒していこう。オーケー、ここで決めて、さらにオーケー。あれ、ヒカってどうだったんだ。え、なんか弱かったね。ここのところ運がいいな。あ、なんだ。あ、そ、あ、上にいいのかこれ。なるほどなるほどなるほど。どきなさい。あ、オーケー。はい、オラ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 。さあここで、はい、決めて、ゴー。いやいや、強っ。ここまで消耗するとは。しっかり手当てしないと危険ね。ここの上はどうやって行くんだ。こっちかな。え、ここもなんかいるんだよな。左か。え、ここの、あ、ここか。あ、宝箱ありましたね。ちょっと待ってくださいね。ファーストエイド表面にかけといて、 OK。はい、オッケー。はい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 。いや、すっごいダメージ。やっぱりこう飛ばれるとやりつかって時間を持って、しよう、頼めるか。おーらお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 ら、小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。状況が逆転したら敵はバッサ。あれ、こう回転も、え、強いのか。え、あ、いや、いや、なんか強いのに冗談みたいな。なんでこれ、え、強いのか。さあ、進むわよ。オパール、いいですね。風属性と木属性の、あ、なかなかいいんじゃない。もう絶対ボス戦にいるやつでしょこれ。絶対いるでしょこれ。ああ、嫌な予感がするよ。よし、攻撃あるのに。はい、技的にこれ結構好きやな。いや、いいダメージ出るな、本当に。めちゃくちゃいいダメージ出るけど、めちゃくちゃヘルス出るんだよな、この技。なんていうコスパの悪さ。それは結構相手にならないわね。相手にしなきゃいいの。どきなさい。あ、いた。気持ちよくあったな、やりやったな。はいはいはい、当てていく。あの、ね、あの、気持ちよく走ったんですけど。
あ、それ気持ちよく走ったんですけど、あれちょっと、はい、ここでこれも決めていくよ。いや、どれも技いいな。一度体勢を立て直すか。まあ、特になんもなかったね。テレポしましょうか。あれあれ、あ、あそこファストタイムできない、もしかして走って帰るか。ねえ、ピカピカの敵がいるよ。でもあいつはいいんだけど、あれ、帰り道どこだったっけな。だってこっち側か、こっち側行って、あれ、こっちが上がったっけか。なんか上がったような気がしないでもないが、で上がったような気もするが、あ、こっち合ってるわ、よかった。いや、帰れないんだが、え、どこだかな。向こう側から、あれ、あっち側だったっけ。あ、こっちか。だから行ってここ通って、で、あ、行けました行けました、あ、よかった。よし、で、ここで一回セーブして、そうじゃない、回復か。さあ、何がいるんだろうな、あそこ。すっげえ気になるな、あそこ。武器を磨いておくか。明日もよろしくな。よし、行こうか。行こうか。ここまで来て何もないってことはないでしょうね。さあ、何がいるんだ。え、堆積場。なんだ、なんかいるぞ。この兵ってのは尾行は苦手みたいだな。悪いが、こちとらこういうのは割と得意でね。さすが蛇の目。まさかあんたか。ローが言い出した時は何だと思ったな。猫に続いて意外とやるね、ロー。意外とは余計だろ。あれ、ローさん。え、何、戦うの。なんで。どうやらおとなしくさせる必要があるよね。せっかく穏便に済ませてやろうとしたのに。なんでだよ。俺たちに出てって思ったんじゃないのかよ。答える必要はない。あんた見かけにやらず頑固だな。あっちこめ炎よ。レッドレッドレンガだ。なんだ、強いのか、こいつは。そんなに全然想像がつかないんだか。オーケー、はい、めっちゃ落ちたんだけど、なんと耐えてるんだ。やべ、なんか、なんか嫌な感じ。大丈夫か、これ。えいったー。え、危ない。オーケー、はい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 。倒れてきた。いや、硬いな、君。
え、片手で？え、超強いんだけど。え、ロー死んでんだけど。あれ？え、そんなダメージやばいの？やばそう。なんだ？あ、そういうね。そういう技があるわけね。オッケー。やばいやばい。あ、なんかザイン攻撃があるのか。なるほどね。そういう技があるわけね。はい。え、ローのパンチで勝て砕けないんだけど。え、ちょっとロークのパンチ弱くない？オーケー、はい。で正面やばいな。いたたたたた。やばい、嫌な顔する。まずい、立てよ、立てか、まずい、危ない。あ、OK。 こいつ硬くないですか。なんだこれ、トンカツさん盾を持ってるから。いや、そんな簡単な、いたーって。なんだボスなのか、違うよな、火力は。そんな、いたー、やばい、盾か、盾やばいよな。うわー、これいってるわ、よかった。これイベント系でもそうじゃん。オッケー、パンチ、いいよ。オッケー、やばい。オッケー、オッケー、はい、バゾー。なにちょっと待って、ね、はい、じゃあこれ使いましょうか。いや、ね、この栄養回復でかい。パンチは？冒険。ここで？お、どうだ？あ、ここまでのか。危ねえ。ティオハリムの差し金か。何のためだ。いや、本当に何のためだ。やっぱり殺すつもりだったのか。どうかしら。私たちはあの黒猫に導かれてここまで来た。その私たちをつける理由は多くないはずよ。確かに俺たちを呼んだ者に用があるってことか。だとしてもそれは別に私たちを助けるためではないでしょうね。違う？私たちを呼んだのは何者？答えなさい。誰なの？おい、本気か？待ちたまえ。え？誰？君たちを呼んだのは私だ。お前まで来るとはな。久しぶりだ、キサラ。誰？知り合い？え？絶対。ユダ兄さん。お兄さん？え？お兄さん？カラグリアとシスロディアを解放した英雄か。そうなんですよ。会えて光栄だ。俺たちだけの力じゃない。たくさんの支えがあったおかげだ。
ねえ、彼女さっき兄さんって言ってたけど。言ってたね。ああ、そうだ。この世でただ一人の肉親だよ。共にダナとレナのこの国の未来を夢見たものだ。それにしてはまるで仇敵を前にしたような態度ね。あ、そうだよね。その人は裏切り者だからよ。裏切り者？同じこの衛兵団に身を置きながらティオハリム様の暗殺を企てて行方をくらました。え？それがその男の正体。絶対違うでしょこれ。暗殺？マジ？まだそう信じているんだな。違うっていうの？言っても信じないだろう。あの時もそうだった。だが私は今でもティオハリム様に仕えているつもり。どういうことなん？それこそ信じられないわ。マジ？そもそもこの国はかつてとても過酷な支配を受けていた。私たちの親もその頃死んだ。マジか。当時は我々のような身寄りを失ったダナの子供たちがいくらでもいた。身を寄せ合って互いに助け合い、なんとか生き延びたものだ。そこにティオハリム様が現れた。あらゆる区域を廃し、我々ダナ人を人として扱ってくれた。めっちゃいいじゃん。家族は引き裂かれずに住むようになり、メナンシアは生まれ変わった。なら、どうして裏切ったの？そこだよね。順を追って話そう。うん。レナの目的が精霊力の収集であることは知っているな。ああ。はい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 。それで次のレナの王を決めるんだと聞いた。うん。聞いたね。そうだ。治水火風光の五属性の精霊力だが、生命にはその全てが含まれている。全部共通してるテーマだもんな。わざわざ人力に頼る理由だよな。そこで質問だ。精霊力を失った生命や物質はどうなる？よくわからないが、死ぬというのとは違うのか？消滅ってこと？もっと悪い。え、何？見たまえ。え、なんだ？え？なんだ、それ金属なのか？金属ではない。正確なところは私も理解を超えているが、これは何でもない。何でもないの？物質でなくなったもの。かつて物質だったという痕跡。虚水というそうだ。虚水？虚水？それ自体は目に見えず、ただ周囲が映り込んでいるように見える。これが全身に及んだ時が私の最後というわけだ。そんな。でもどうして兄さんがそんなことに。本当になんでこんなことやったの？去る陰謀が進行している。おそらくティオハリム様はご存知ない。え？私は偶然それを知り、あの方に知らせようとしたが果たせなかった。これはヘルガイの果実と呼ばれるものだ。ヘルガイの果実？ダナの生き物がこれを食べると異常な興奮状態に陥り、通常より多くの精霊力を放出するようになる。はい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 、はい、それってひょっとしてアルフェンとローがおかしくなったのってこれのせいだったの？もう体験済みか。この国の食料の大半に混ぜられているはずだ。不思議はないな。じゃあ俺たちもあんたの右手みたいに虚水ってやつに。安心したまえ。継続してそれなりの量を摂取しなければそう簡単になったりはしない。はい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 。でも今やばいんじゃないの？結構。それなら私はなぜ何ともないの？なぜ兄さんだけが。おそらくこの衛兵の食事には入っていない。ティオハリム様に感づかれないために。え、そういうこと？
私は告発し損ねて捕らえられた。そしてあの果実をたっぷりと投与されたんだ。絶対執事が黒幕でしょ。そのまま死ぬと思ったんだろう。私は人知れず放置された。だが私は生き延びた。闇深すぎない？それで暗殺未遂をでっち上げられたというわけね。なるほどね。そんな、いやこれはちょっとどぎつい真実よ。これは私は同志を集め、僅差の猫という組織を作り上げた。また可愛らしい名前出来上がったな。どこにいた君ら？我々は陰謀の真相を探り当て、それをティオハリム様に告発する機会を伺いながら果たせずにいた。だがそこに君たちが現れた。ああ、それでその子の出番だったんだね。一か八かだったかな。よく気づいてくれた。ザレもよくやってくれた。おい猫じゃねえか。それで具体的にはどうするんだ？あの方は定期的に市内を視察する。ダナ人もその時直接話すことができる。そこを狙う。当然警備は厳しいだろうが、君たちがいれば近づけるかもしれない。分かった。だが一つ聞かせてくれ、あんたはなぜそんな目にあってまでやるんだ？いや答え一つだろ。この国のダナ人の未来のためだ。いやそうだよね。未来？ティオハリム様は素晴らしい方だが、それでも一回の鋭に過ぎない。今の鋭ブリガが終われば、また次の鋭がこの国を治めることになるだろう。そうなれば全ては元の木阿弥だ。そうなる前にティオハリム様に立ち上がっていただく。ああ、ね、あの男がそこまですると本気で信じているの？ダナのあなたが。もう完全浸水しきってるやん。全ては信じることから始まるのだ。うわ深っこの言葉。え、先に兄さん記憶してたんだね。知り合いなんだ。あ、幼なじみだったんだ。はい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 、はい、何してるんだ。ミキュウさん言った通り陰謀真相を探して同じような立場を助けてんだ。分かれるものね。昔はミキュウさんに構ってもらえるよう取り合って、結局は妹なんとか選ばれてて、それを私にとも羨ましいんだと。へえー、あ、この依頼、うん、昔の字を聞きせずないと思うわよ。まだあなたはただの美人だよな。こうやって見ると私は聞いた暗殺を目立って逃げたって。兄さんが突然だぞ、探しもしたのに。まあそう考えるならそうだよな。いやでも陰謀っていうかあれだよね、見つかったら処刑されるか逃げたっていう説あるもんな。でも全ては今の共存を荒らせるため、それだけは信じて。まあそうだよね。まあさらに共依存って感じだね、今の状態からね。昔の貴様に戻って兄弟水で話してもいいんじゃない？そうかもな。あ、確かにごめんなさい。ここ大変だったでしょ。あ、お。いや、強かったな、あの貴様。いやアキル、いつも迷惑かけてすまないな。世間でもあなたは反逆者のこと、マドリは仕方ないわ。貴様のことが心配。大丈夫、いつかちゃんと上がってくれ。そうだな。本当かね？お前もか。俺も宮殿で働いてた時に食料庫で不審な人影を見つけてさ、それで声をかけようとしたら背後から殴られて危うく死んどかった。え、そうなんだ。もう完全危ないやつやんそれ。いや、止まっていきましょうか、どうせやから。え、なんだ。なんか悩んでいる。あれ、シオンおるやん。
寝ないのか。え、どうしたんだ。あなたこそ。目が覚めてしまっただけだ。眠くなったらそのうち寝るよ。眠そうだけどね。肩は大丈夫？心配してくれてんじゃん。ああ、ピオハリムに撃たれた部分か。多少違和感はあるが平気だ、平気。あ、私のせいでごめんなさいって言いたいわけね、本当は。なるほどね、それが平気になったわけだ。治ってないみたいね。え、いや治ってるし、どう見ても。え、何ヒールしてくれるの、この状況で。もう一度治癒術を。これで良くなったはずよ。おお、さすがだな、シオン。ありがとう。ん、俺なんて言うんじゃないよみたいな顔してたって。考えてみれば、あれは私が悪かったわ。え、どうしちゃったんですよ、そのこと言うなんて。銃弾数発で鋭を倒せるわけないのにね。まあ確かにね、間違いないよそれは。もうその話はいいだろ。みんな無事で今もこうして治癒してくれた。すべての鋭を倒す、その約束も続けられるだろ。あ、そうよね。そうね。でも一つ聞かせてちょうだい。え、何？ローはあなたが私を心配したと言っていたわ。心配だったっけ？あなたが私の何を心配したの？え？そりゃなんだろうな。何よそれ。シオンがいなくなったら炎の剣を使えない自分に戻ってしまう。あ、そうね、それまではね。そうね。あー、そんなことじゃないよね。でもね、そんなことより、そんなことより死なせたくない。あー、いい言葉。ただそう思ったんだ。じゃあいい言葉よ、それは100点ほんまにね。まだそんなこと言ってるのね。少しは学びなさい。ちょっとは出てくんない、本当に頼むから。でも嬉しいっていう。なれへん。それに約束を果たすのも必要なことだろ。気になるそれ今。そうね、覚えていて何よりよ。どうしたんだ。俺先に寝るな。ご自由に。何この甘酸っぱい感じ。え、この先シオンとアルフェンどうなっちゃうの？めっちゃ気になるんだけど。どうしちゃったのかしら。いや本当にどうしちゃったの。行かなきゃいけないわよあんた。全然心を晴れてないし休めてないよこんなの。キサラは夜のうちに戻らせた。あ、そうがいいですねやっぱりね。結局彼女はあんたを探していたんだろうか。そうじゃない。昔から生真面目な子だった。ああ、判断印象を刺したのかな。君たちが面倒を引き起こすのではと思って見張っていた。案外そんなところかもしれん。大丈夫なのか、通報したりなんてことは。さすが蛇の目。戻さなければそれはそれで怪しまれる。それに大丈夫だろう、信じてるんだな。こういうことね。決行日が来たらまたザーレを送る。それまであまり遠くには行かないでくれ。了解した。しばらくはミキウダからの連絡待ちかな。じゃあどっか出かけようぜ。じっとしてるのは性に合わねえ。お、なら私も行くわ。あなたたちだけではミキウダの知らせが届かないところまで行きそうだし。いいね。よし、この町みたいに仲良くしてくれよ。戻りますか。
ちょっと牧場の様子を見ねえか。あ、確かに。そうそう、座ってそうだもんね。明日はあの技を試してみるか。ゆっくり休んでくれ。あれ、牧場の様子見たいだけだったんだけど、間違えたんだけど。だって話しかけようとだけだったんですけどね、今。みんな、あ、準備はいいか。やっぱ牛かな。はい、ということで今回はこの辺で終わっておきましょうか。いや、次回はね、ツルドとピオ、え、キサラとピオリムだったかな。どうやって出会えるかまだ分かりませんけどね、次回はキサラのお兄さんのお話をしっかりと届けるかどうかといったとこです。楽しみにしておいてください。それではまたよかったら見てください。ミントスでした。またね、バイバイ。 See you.